今日の最高気温はね、接近してきた台風24号の影響で、南からの暖かい空気が来まして、なんと最高35度まで上がっていたそうです。この夏私も初めての海外旅行を経験しまして、鉄道でヨーロッパロンドンまで向かい、そこからニューヨーク、そして東京と戻ってくる45日間の初めてにしては長すぎる、なかなかに過酷といえば過酷でもそんなでもなかったかな、そんな海外旅行大冒険となりましたが、9月の13日に東京へ帰ってきて、まさかそれから半月でね、もう一回海外旅行へ行くとは思いませんでしたよ。しかも今度はなんと日帰りで海外旅行というわけです。向かいますのはアメリカ合衆国、アメリカ領グアムとかそういうところではありません。正真正銘のですね、アメリカに50いくつだかの州があるわけですけれど、その輝く星の中の一つ、アメリカ合衆国ハワイ州まで今から日帰りで行ってきます。なんで日帰りで行くことになったのかというと、夏休み最後の思い出作りというわけです。私一応大学生でして、本日10月の1日ですが、10月の4日に、大学がまた始まるということになりますから、だからまあそろそろもう夏休みも終わっちゃうということで、最後の思い出作りにね、こういうのなかなかいいんじゃないかなと思いました。これからハワイアン航空500何便とかもう忘れちゃいましたけれど、飛行機に乗りまして、そして明日の朝ホノルルに到着します。明日の朝というと、なんかこうちょっとこうおかしなこと言ってるじゃないかと気がするね。日帰りと言っておきながら明日という言葉はそこに使うべきではない。まあ、それはですね、今回の旅行では、日本から日本の国内のというか日本人のできる最大レベルの、海外旅行、日帰り海外旅行に挑戦しようということでやっておりますので、つまりもうちょっとすると明日になるんですね。今の時刻はもう23時を回っているかどうか、それぐらいだと思いますが、23時55分発のハワイアン航空ホノルル行きの便に乗りまして、そして明らかにうるさいな、航空会社から私たちに対して必要な案内をしてくれているわけですから、うるさいとかね、こんなことを言っちゃいけないですね。まあ、ともかく23時55分発のその飛行機は、実際にはこの東京の地を離陸していくのは明らかに0時以降ということになっております。動き出してから離陸をするまでにだいぶ時間がかかるということは、飛行機に乗り慣れた方ならわかるはずです。だから動き出してからしばらく経って日本のその地を最後に離れるのは確実に0時以降となります。そしてその後0時以降に飛び立った飛行機が明日の朝、まあ、現地時間でも朝午前中というわけですが、ホノルルに到着しまして、ダニエル K 井上空港というところですが、ホノルルに到着、そして私はまた明日の夕方ホノルルを出る飛行機に乗ります。そしてそのままこう日本までまた飛行機で飛んで戻ってくると、日帰り旅行はできるというわけなんです。実はハワイに日帰りで旅行することはできるんです。日帰り旅行ですから、さっきファミレスに行って仕事した時のその荷物をそのまま持ってきました。それにただもうちょっとパスポートをただ1枚を追加したというだけです。さっきね、ファミレスで大学の時間割表を見てね、どうするかななんて、今度 の授業 の、ね、履修とかを考えてたんですけど、その時間割表までね持ってきちゃいました。そろそろ23時20分が搭乗手続きの締め切りとなっていましたから、出発するべきでしょうかね。まあ、私は手荷物のお預けとかそういうものはありませんから、のんびり来てただ適当に、ね、乗り込めばいいという、非常にお気楽なこんな格好なわけで、もうこれで私の荷物は全部ですからね。今までおそらく一人でアメリカに行った人間の中で歴代全て通算しても、トップ100ぐらいにはですね、多分荷物の少なさで入る、まあ、うまくしたらトップ10に入れるんじゃないかなという気もします。ちなみに今回の航空券ですが、往復で12万5000円、だいたいそれぐらいで購入しました。最初で日本航空で予約してたんですよ。そしたら予約しようとしたらね、エコノミークラスの往復は一切の割引が効かないということで、往復60万円でした。そして、ビジネスクラスを調べたら、ビジネスクラスは当日日帰りでもなんか適用できる割引みたいなものがあって、ビジネスだったら往復40万でした。じゃあビジネスでいいじゃんということでね、ビジネスいいじゃんというか、エコノミーの方が往復すると20万も高くつくということになりますので、誰だってそしたらビジネスにしますよね。そういうわけわからない状態で、ビジネスクラスで、このホノルルまで向かう予定だったんですが、待てよと思って、これはハワイアン航空との行動シェア便でして、実際にはハワイアン航空として運航されるんですが、日本航空も名前を借りている、まあ、そんな感じの飛行機に乗ってくるんですね。だからこれもしかしたらハワイアン航空の方で見たら安くなるんじゃないかとも調べたらですね、エコノミークラス往復12万5000円ということでしたので、じゃあこれはね、これエコノミーの12万5000円、まあ、これだったら高いですよ、高いけれども人知を超えたとんでもない最高額みたいな、そんな、ね、金額ではありません。ちなみにですね、これちょっと私が言いたかっただけなんですけど、私実はね、あれなんですよ、これ今から超うざいこと言いますけどね、私実はね、ファーストクラスしか乗ったことないんですね、飛行機で。これはマジですけど、国際線はね、私は本当にファーストクラスしか乗ったことないんですよ。先日ニューヨーク、ロンドンニューヨークとニューヨーク東京と2回、飛行機に乗りまして、ただそれがね、ファーストクラスで買って、それ以外に国際線を利用してないからっていうことなんですけど、それをね、言えるその機会がもうこれ以降はなくなっちゃいますね。これからね、エコノミークラ
スで行きますから、だからもうこれが最後というわけなんで、ちょっと行ってみたかったんですね。すいませんね、怒っちゃったらね、申し訳ないですけれど、愛嬌がある私ですから、きっとみんな寛容になってくれることだろうと信じています。おお、いろいろいっぱいいる。この人たちもみんなハワイにこれから行くんですね。夏のバカンスという人は、まあ、明らかなバカンスをやってるのはね、この私ぐらいで、そういう人もいるのかもしれないけど、あまり見当たりません。乗客は基本的に日本人ばかりなようです。少しアメリカ人らしき人も見えるには見えますが、ちなみに空席の状況をこの切符を買うときに聞いたわけですが、このように一列ストレートで空いているところを選択して、そして購入しました。そうするとね、横になって寝てもいいんだそうです。だからこれだったらもうビジネスとかでも変わんないだろうということなんですよね。これ全部こう、後ほどね、この肘掛けをこう上に上げてしまって、フラット横向きに寝ることができるというわけです。いや、座席で行くんだったらいいですね。これなら快適ですよね。ハワイは日本人の訪れる外国、その観光の目的地として最も数が多いところなんだそうです。つまり最も日本人がよく行く外国の土地がハワイなんだそうです。なんだこの私のタブレットのこの壁紙、どっかで見たことあるなと思ったら、この間半月前にマンハッタンで見た夜景ですよね。あ、なんだそういうところにこの間行ったのか。それそうですよね。きっとこの今回のハワイ旅行でもそういった場所を一応は訪れることができるのではないでしょうか。ちょうどただいま10月2日火曜日午前0時となりました。本当に飛行機はエンジンを鳴らして今飛んでいくようです。ちょっとこれはびっくりです。やっぱり今これで飛んでいって、明日はもう一度暗くなった時にはまたここに帰ってくるのかと、なんとも不思議な体験になりました。今時計を見てみますと0時15分を指しています。うん、確かにちゃんと日付が変わってから日本の地を離れることができた。これで文句なしに日帰り日本を出てアメリカまで行って、また日本に帰ってくるということができるわけです。入国審査の紙を配られました。滞在先はノーンなしと書いてあります。だって宿泊をしないからです。プレミアムエコノミーの座席はこんな感じでガラガラになっていました。というかガラガラのところを選択しましたので、間の仕切りを取り外して一人横になって眠っていいそうです。結局この飛行機の中でこのように完全に横になって眠ったエコノミークラスの客は私一人だけでした。最高に美味しい思いをしました。プレミアムエコノミーは最もおすすめできるというふうに申し上げます。ビジネスだったらこれが何十万円の加算になったか全く分かりません。さて、それではここでアメリカへの日帰り旅行について簡単にお伝えしたいと思います。ヤフー知恵袋で調べてみたところ、やはり質問を多数している方がいらっしゃいまして、ハワイまで同じ日付にこだわらなければ、実はハワイに朝着いて翌日に帰ってくるという0泊2日旅行がおすすめされている、そんな状態でした。しかし、まあこれを聞いていただいて分かると思いますが、土日でハワイ旅行をすることは別に不可能ではないのです。ですからお忙しい社会人の皆様もさ、ジョーパンハワイアンセンターなんてところでお茶を濁さないで、ぜひ1泊2日もしくは0泊2日のハワイ旅行はいかがでしょうか。今これ手元に書いてあったのは、もしじゃあお食事を配るときになったら配ってくださいねと置いといてくださいと、そういう風に置いておいたのですが、実際に翌朝になりますとこんな感じでお食事を置いてくださっていました。ハワイ名物ロコモコ丼です。飛行機はもうすでにアメリカの領内に入っていまして、もう間もなくハワイ州ホノルルダニエル K 井上空港かな、そこに着陸をするところです。今日本の時刻で6時34分ですが、アメリカハワイ時間に変えますと11時34分。向こうに雲の下に見えておりますのがアメリカハワイ州オアフ島です。本当に来てしまいました。しかし結構近いものです。やっぱりそんなに長く寝たという感じはしません。実際6時間ぐらいしか寝ていないわけですが。しかしこちらではもうすでに昼下がり、みんな水着に着替えて海のところへ出て、まあ日焼けなり海水浴いろいろやっているというところでしょうか。向こうにはこれから真っ先に向かいたいと思っている真珠湾があって、軍港には多くの軍艦がひしめいています。本当に着いてしまった。あっという間の旅でした。いや、ぐっすり眠って最高、ビジネスクラスなんかいらないねと。最もいい思いをした客もおそらくこの飛行機の中で私ではないでしょうか。ここが有名なホノルルですね。いや、初めて来ましても当たり前なんですけど、沖縄県みたいなところですね。特に何か違いを感じませんし、またね、ここでなんかこういろいろ出てる看板を見ますと、どうもいずれもね、いずれも日本語がたくさん書いてありましてね、もう本当に沖縄というか日本人でも簡単に観光できるのはレベル1の観光地という感じがするものです。入国審査の人もね、なんでハワイに来たんですか、はい、サイトシーイングですとかね、それからあとは何ですか、お名前は、はい、須藤徹です、日本語でね、答えました。
でも泊まる場所はどこです、滞在先はどこですかっていうのはね、さすがにちょっと英語になったので、まあ、そこのところのやり取りはなぜそういう風になったかというと、私が日帰りで帰るようなことをね、あそこに書いてあったから、入国審査の紙、なんか申告の紙ありますよね、滞在先はというところで滞在どこにもしませんのでノーンという風に書いたら、まあどうして今日帰るんですかと聞かれましたから、時間がもう夏休みがないんですけれど、しかし、パールハーバーには私はどうしても行きたいんです、そういう風に答えました。実際もうね、時間はありません、夏休みはあと1日しかありませんが、明日は明日でね、ちょっと法務局の方に行かなきゃいけないので、もう今日がね、事実上私の夏休みの最後ということになっているわけなんです。今はホノルル時間で13時です、まあ、つまり、帰りの飛行機がですね18時35分ですから、あと5時間と35分で、飛行機が出るわけです。遅くともあと4時間後にはね、この空港に帰ってきた方がいいでしょうか。日本人の最多目的地だというふうな話をしましたけど、なるほど、本当にそうらしい。ご注意、濡れた床が滑ります、というふうに書いてあります。1860年かな、それからですね、ずっと長く続いてきたハワイ移民、それも、まあ、確かにここにいろいろ根付いていて、日本人も訪れやすい環境のようです。私この手の鳥が大好きですからね、いやこういう形のやつがいいんですよ。特にこういうの見ると嬉しくなるものです。たくさんおりますし、またこれちっちゃいね、可愛いのもおります。あれなどね、暑いからでしょうけれど、木陰で休んでおりましてね、ああいうのがこう可愛いなと、こういつも見ても思います。でですね、ここどこなのかと申しますと、もう空港降りて真っ先に来たんですが、ちょっと帽子ぐらい取った方がいいですかね。世にも名高いパールハーバー真珠湾です。やっぱ日本人としてはね、ハワイに来て一番最初に訪れるべき場所といえば、ワイキキビーチでもなく、ダイヤモンドヘッドでもなくてですね、それからまたマウナコアセンターでもなくて、この真珠湾ではないかなというふうに思いました。皆さんもご存知の通り、1945年の12月8日、日本海軍がここを空襲しまして、航空機によって多数の戦艦を撃沈するということをしました。まあ、多数の戦艦というほど、確か戦艦4隻だったかな。その中で最も有名でした戦艦アリゾナは現在でもここに沈んでいて、あそこの奥のところにはアリゾナ記念館があります。星条旗が上に掲げられていて、ここに戦艦アリゾナ、その残骸が横たわっているのです。つまりある種右側には太平洋戦争の始まりの地でありますアリゾナ、そして左側には終結の地でありますミズーリ、それ両方とも並べて止めてあるというわけです。最後にね、何ドルか寄付をして、入場料かからなかったのでお金を寄付して帰ってきたんですが、こんな写真をくれました。アリゾナ記念館の橋と、それからアリゾナが撃沈した時のその写真と、それを同じようにして合わせて合成をした写真です。その当時のことを伺い知ることができました。ホノルルの目抜き通り、なんていう道の名前でしたっけ、昔勉強したんですけどね、忘れちゃいました。この後ろ側に有名なワイキキビーチがあります。はい、ここ来ました。これがね、これワイキキビーチですね。日帰りで来たって考えると、これやばいっすね。よく考えたらね、こんな来たこともないわけですけど、こんな日帰りなんかできるんですね。初めてのハワイ旅行が日帰りっていうのは、まあ、今考えりゃ、まあ、なかなかにロックなことをやってるんですよね。まあ別にいいんですけど、ここまでのタクシーの運転手さんもなかなかロックでして、真珠湾から乗せてくれた運転手さんがですね、多分こんな長距離客あんまいないんでしょうね。ワイキキビーチまでとか言ったらすごい目の色を変えましてね、でその後帰りはまたもう今日日帰りなんで空港行くんすよみたいなこと言ったらね、あ本当みたいなこと言って、なんと個人用の携帯電話を私に貸してくれまして、これ意味わかんないんですけど、これはね、何かっていうと、つまり帰りに私がその運転手さんに呼ぶ手段がないから、まあ、よかったらまた俺に電話してくれよ、そしたらすぐ迎えに行くからさ、そういうことなんですね。ルクソなんだっけ、ビリーバボーって言ったのかな。そしたらね、日本人はみんな大丈夫信じてるよみたいなことをね、言ってました。俺の時は私現金がなくてね、クレジットカード使えないタクシーだったんですよ。ちょっとそれはね、正直不便なんですけど、普通使えるんですけどね、クレジットカードを使えない
からみたいなこと言って、あの最初乗るときに行って降りる前にね、あの ATM のところをこう探しに行って、それで3ドルぐらいメーターが増えたんですね。その分は負けてくれました。まあ、1ドルだけ、ほんの、あの50ドルぐらい払って1ドルだけチップ渡したんです。まあ、ちょっと高かったですけど、あの日帰り旅行にはまあこういう高コストがあのつきものだということで、まあ、1日でね、こう濃密なハワイを楽しむことができるから、これからいいんじゃないですか。大勢のね、日本人たちがみんなこう砂場じゃないですね、海辺の砂のところでね、こう何か砂のお城みたいなのを作ってますよ。やっぱ日本人多いですね、こうやって見るとね。あそこにいるおじさんは何か漁をされてるようですけど、こう、なんでこう取れるんですかね、こう、こんな綺麗な透明度の高い海で、魚なんか取れるのかなと思うけど、あのおじさん慣れてるのかな、なんかあんまそういう感じには見えないけど、魚なんていないんじゃないの、こんな綺麗なところにはね。でも意外と普通だなって感じですよね。海は世界共通ですからね。あの10月でも沖縄海入れるんじゃないのと思いますけど、沖縄で良くないというような気も、まあ、正直言ってしなくはありませんが、まあ、やはりハワイというところに一度はね、日本人に来たいんじゃないでしょうか。そしてやっぱりこの海辺にあのすごい高層ビルみたいなのが立ち並んでいるというのが、これがハワイの特徴かな。まあ、沖縄もねそんなところあるとは思いますけど、でもそれに近いものはありますよね。あちらもサーファーたちが、おー、うまいうまいうまい。なんか女の人があんま拡大して撮ると問題ですよね。肖像権の方はいいんですけど、もうちょっとなんかこうあれですよね、あのこう全身がこう包まったような格好してくれるといいんだけどな。向こうにはですね、こうビーチパラソルのロイヤルストレートフラッシュですよね。こう見事に並んでおります。私のね、日本時間の感覚だと多分まだ朝の10時ぐらいなんですけど、ここは時差が19時間ありますので、もうすでにですね、午後3時30分、まあ大体そんぐらいになっています。10時半なんですけど、あのこっちはまだもう3時半なんですね。それこれって結構ね、便利なことで、こういう風に時差がありますね。例えば東京からあの夜行列車とか乗って名古屋行くのと、あのそれからあのさっきの羽田からあの飛行機に乗ってハワイオアフ島に来るのと、まあ、時間的には変わらないわけですけど、朝一番に名古屋に夜行列車で着いてもね、やることないじゃないですか。だから結局時間潰しということが必要になるんですけど、でもここのね、あのハワイに来たらばもうあの昼の12時になってますからね、着いたらすぐに楽しめると。でまた夕方になって飛行機で帰ると、東京にはなぜかまた時差のおかげでね、随分なんかあのこっちの時間に対して早い時間に着く。だから効率的に使えるんですよ。あの、すごい朝早い時間に東京であったらば、まあ、あの東京の時間だったら着いてるはずなのに、あのもう着いた時には観光の真っ盛りの時間帯というわけですからね、これは楽しいことです。しかも大抵の人だったらば、ここで時差ボケというものが気になるわけですね。だって朝の10時の感覚なのにもう30点じゃ結構困るじゃないですか。寝ようと思っていたのになんかまだ眠れないみたいなことになっちゃうんですけれど、でもね、私は大丈夫なんですね。なんたって日帰り旅行ですから、時差ボケというものに関してはね、私にだけはもう全く関係のないもので、ちょっとなんかこう太陽の位置が違うなみたいな感覚は、まあ、春にはあるかもしれないけど、所詮その程度でしてね。こう考えると常磐ハワイアンセンターもよくできてるね。あれもなかなか大体こんな感じですからね。 あそこもね、何が似てるって、あの暑さが似てるな。こんな感じで蒸し暑いんですよね。しかもですね、そこいら中に日本人がいますんで、なんていうのかな、もう日本語は通じ放題だし、本当に初心者の人にとってはいいんじゃないですか。あの常磐ハワイアンセンターがなんかアメリカにできたみたいな、そんな感じですよね。もうこんだけ楽しみには十分ですね。あとなんか海辺でね、あのロコモコ丼かなんか、あのそういうやつあるでしょ。ああいうの食べようかなと思ったんですけど、あ、別にいいんじゃないですかね、もうそういうのやらなくても。あの空港でなんか美味しいもの売ってんでしょ。大丈夫か。大丈夫ですね。こういうところで撮ってるとね、足元が濡れるというのはこれよくあることなわけですけど、もういいわ、日帰りで十分ですね、やっぱハワイってね。まあ、もっともしかしたらあのショッピングとかを楽しみたい方は1日じゃ足りないのかもしれないけど、あの13万円持って1日あればハワイに行けるということが分かりましたんで、ぜひ皆さんもやってみてください。あのぜひその時はですね、あの真珠湾へのお参りする時間もありますので、時間に余裕がありましたら行かれることをお勧めします。じゃあまあ大体もうあとはいいかな、空港にそろそろ帰りますか。記念写真でも自分用に撮ってから、それで帰ることにしましょうかね。この海辺でね、あのスーツにネクタイで革靴までしてるのはこう私だけですからね。みんなこう何かしら水着のような格好して来ておりますので、相当こう浮くったりありゃしません。まあ別にそんなことを気にしてね、 YouTuber ができるかっていうのが、それが一番の根本にはあるわけですけど。よし、それじゃあ運転手に借りた、この電話で。こんなタクシーの運転手が電話貸してくれるなんて。 Yes, and now I have $40. Is this enough to the airport?Okay, so please come to the, that store with ATM. That store where I first got off.
日帰り旅行でしたよ。これもね、あの先日函館行ったのと体感的にはあまり変わりませんね。ここへ来て、何した？最初真珠湾に行って、それで あれがアリゾナと、それからミズーリかとこう眺めて、そこでちょっと当時のことはね、こう思いを巡らせた後、ワイキキビーチに今度は行ってですね、暑いな、こうみんな波打ち際でバシャバシャやってんな、なんかパイナップルジュースがあるぞーって、これがハワイですか、いや立派な建物だってやって、これでハワイをざっと見て帰ってくるのにはこれだけあれば十分でしたね。いやもっといろいろやることはあるんでしょうけど、まあとりあえず最初のハワイ探訪として、必要なことは全部できたかなというような感じがします。ハワイはね、今夕方の5時になっておりますから、まあつまり夕方というわけですけれど、あの私はね、今日の朝から通常通りあの日本の時間で営業しておりますので、まだ今ちょうどお昼時、お昼の12時を回ったところというわけです。だからもうこれはね、完全に自分のペースでハワイの時間は無視してお昼ご飯を食べればいいと。どっかでね、なんか食べたいなと思っていましたが、まあ、何分朝機内食を食べて、そのままですねハワイについていろいろと見て回りましたから、ただ真珠湾で買った、ジュースを飲んだだけで、それ以外は特に何もハワイのものを口にしていません。まあ、空港でこの余った時間で楽しんでいくのが時間的にもちょうどいいでしょう。これハワイっぽいものがね、あのやっぱ売ってますから、いや空港の中だったらありますよね。でもそんなにはなかったですよ。このレストラン以外にはちょっと見当たらなかったですけど、これまあさっきも食べたんですけどね、これがロコモコというやつです。なんかよくわからないけど、食べてたらもう一個おまけくれましたよ。なんでだろうね。あ、2つに増えたのは嬉しいことです。なんかいろんなことがありすぎて、今日の一日はめちゃくちゃ長く感じられますんでね、ちょっとやそっと時差ボケが入ったぐらいの方がちょうどいいような体感になったのかもしれません。帰りの席もまた隣には誰もいない席を選択しました。エコノミークラスはかなり混んでいたようですので、行きも帰りもかなりいい当たりくじを引いたということができると思います。ちょうど夕日に今追い抜かれるかというところ、モニターにもそのように表示されています。長い滞在だったか短い滞在だったか、どっちかというと私には長く感じました。6時間の滞在でも長すぎると感じたぐらいですので、まあそんなに実は私は海外旅行は好きではなかったんだなと改めてここで感じるところです。まあ、しかしこの半月の間に2度も海外旅行をしてしまいました。8月9月10月と毎月やっています。ちょうど向こうに見えますこのワイキキビーチでしょうか、この辺りの夜景は本当に素晴らしいものでした。ハワイの夜景はダイヤモンドヘッドから眺めるのがおすすめとありましたが、しかし間違いなくこの海側から夕方のこの飛行機で眺める、これが素晴らしいものなのではないかと私はそのように思いました。本当に素晴らしい大都会、素晴らしい観光地ハワイオアフ島、短い滞在時間でしたがありがとうございました。空の上ではまだこんな感じで明かりをとどめています。これもまた素晴らしい雲海です。まあ、この光景は別にアメリカでなくても日本でもどこでも見ることができるのかなとは思いましたが、単純に綺麗なものでした。しかし日本ではまだまだ昼が過ぎたばかりの時刻です。帰りのまた税関の申告書、早速これを書きます。日本への今度は入国の申告の書類となっています。全く何もハワイでは買っておりません。ただちょっと飲み物を買ってロコモコ丼を食べただけです。手元のところにあったこのブランケット1つ分だけ使うことにしました。まあ、行きの時もそうだったんですけれど、隣の席が空いていると言ってもそれを使っていいことにはならないと思います。こんなような感じでちょっと寝ることにしました。1時間ぐらい寝たかと思います。そのあとはやっぱりこの今回の旅の動画をまとめるなどいろいろと必要なことがありましたので、パソコンを開いたりいろいろとやったわけです。こんな感じでもう図でも分かるように飛行機はすっかり夜の闇はすっかり飛行機を追い抜いてしまいましたが、東京の時刻はまだ5時前です。随分明るいことだと思います。飛行機はこんな感じで、国際線の場合時差がありますので、お客さんになるべくしっかり眠ってそれで時差の対応をしてもらいたいということで暗くすることが普通のようです。しかし私にとっては単なるもう夕方の時刻に過ぎないので全く不要なサービスと言えます。これは私だけが一人だけ頭がおかしい客なので全く航空会社としては配慮をする必要はないかと思います。こんな感じで実はこの、ヨーロッパのね最後のニューヨークから帰ってくるファーストクラスの動画をここで編集していたのです。ファーストクラスのそのサービスの様子を見ながらこちらでエコノミークラスのサービスを受けるというなんとも非対称な感じですが、しかしエコノミークラスのサービスもやっぱりそんなに不十分だとは感じませんでした。大変長い間熱心にパソコンを操作していました。もう8時間ほど経ちまして、途中のところで窓の真横に満天の星空が見えたのが素晴らしい思い出となりました。もう間もなく東京羽田の上空に着きます。下に見えてきたのがこちら千葉県の景色です。羽田空港に着く時のいつもの光景です。国際線の景色、確かにそうだけど、なんか日帰りで北海道とか沖縄に行ったのとやっぱり感覚的には変わらないような気がします。しかしさすがに帰りの飛行機は長かったです。この旅で最も長いと感じるのはやはり帰りの飛行機でした。だってハワイの滞在時間よりも帰りの飛行機の方がやっぱり長いわけですからね。飛行機に乗る時間とハワイの滞在時間が、まあ、2:1、だいたいそれぐらいでしょうか。羽田空港国際線ビルに到着しました。ぬるい海外旅行でしたけれど、しかしこれで十分でした。ただいまの時刻は少し早めに到着をしたようで21時55分。本当に一日でちゃんと帰ってきましたよ。皆さんにご覧に入れた通りね。
アンバランスなスーツに麦わら帽子の格好、この格好で帰りモノレールを降りて山手線に乗り換えたら、あれあなたなんでそんな格好してるんですかと若いお兄さんに話しかけられました。よくその人も私に話しかけてきたなと思うものですが、私としてはいや YouTuber なんですよと納得のいく極めて明快な解説をしておきました。エクストラコンフォートプレミアムシーティング往復3万円のプラス料金でしたが、これのおかげでかなりいい思いはさせていただくことができました。隣に人がいるエコノミーだったらかなり大変だったと思います。あと赤ちゃんが泣いていたのも印象的だったのかな。いやぬるいアメリカ旅行でしたよね。本当に1日で行ってきちゃうからね、ちょっと自分でもびっくりしてますけど、ついさっきここにいたんですよ。ついさっきっていうかね、まあ日付で言うと確かにあのここにいたのは昨日の日付になってましたけど、まあでもこの時点で24時間前にはまだここに着いていないぐらいだったし、それからね、あの実際に0時何分に離陸して、そして着いたのが21時何分ですから、ちゃんと日本からこうその日中にアメリカまで行ってこられるもんなんですね。ちゃんとね入国審査の人が入れてくれてよかったわ。なんか証拠でも見ます？10月2日にはもうこのように帰国というわけです。まあ、10月1日に出国して10月2日に帰国してますからね、これをもしかしたらあの日帰り旅行とはしないという考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、それならそれで、じゃあの韓国旅行とかね東南アジアとかそっちの方の日帰り旅行をされてみれば、日帰り海外旅行はやはり相変わらず楽しめるということです。多分韓国とかだったら1日に2回行けるんじゃないですか。わかんないけど挑戦してみたら面白いんじゃないですかね。いや面白くないかな、そんなことしても。日帰りでアメリカに行ったことのある人間って、まあまずほとんどグアムでも日帰りで行かないと思いますんでね、あのほとんどいないと思いますけど、私に言わせるとあの異国情緒なんてものはね、もう 2,3 時間も味わえば十分ですよね。あの外国のメニューが入ってたくさん書いてあってね、日本語が一切書いてないようなレストランに入って外国のお金を使うだけでね、もう十分外国行った気になります。もうそれで十分な、多分私にとって向いてる海外旅行ってこういう感じなんでしょうね。なんか現地のホテルに泊まってとかね、治安状況がどうこうとか、夜は出歩かないとか、そういうことを気をつけたくありません。朝出て、まあ、もしくは前日の前日というかね、あの深夜でもいいですけど、飛行機に乗って出てって着いて、その日中にまた向こうを離れて帰ってくる、なんと平和でお気楽な海外旅行でしょうか。特に荷物もたくさんは必要ありません。こんな感じでした。また何か日帰り海外旅行をすることはあるかもしれません。ちなみに私が事前に調べた情報ですと、フィリピンはですね、日帰りで海外旅行をやりますと入国を拒否されるようです。で入国拒否されますと大変なことになりますので、もう一生ですね、入国拒否を一度でもされると、あの海外のどっか国へ行くたびに許可を得てからでないといけないということになっていますので、ぜひ皆さんもですね、お気をつけて、ちゃんと怪しくないような形で日帰りの海外旅行を楽しまれるといいかと思います。あのアラブ首長国連邦のね、ドバイもね、あの実はやろうと思えば日帰りで行けなくはない、あれが本当の東京からの最長距離であるはずなんですが、ただ残念ながらあのドバイはですね、あの乗り継ぎというか、あの現地滞在時間が1時間30分しかありませんので、飛行機をあの片道ずつ切符を買って、それで行きの飛行機が運よく装着するか、もしくは帰りの飛行機が、遅れるとかしないと、ドバイへの日帰りはできないということになっています。だいたい現地で何も見て回るという時間はありません。まっとうな本当に現地を観光してね、現地の雰囲気を楽しむ、現地の食を味わい、そしてまた現地の、その昔からの人々の、あの今回の真珠湾のことを指して言うわけですが、そういった人々の考えに思いを馳せるというようなことを、それをする限界はもう間違いなくアメリカ合衆国のハワイだと思われます。ぜひ皆さんも、ね、挑戦してみてください。往復で3万円の追加料金を支払い、また私あの海外なんか格安航空券サイトみたいなやつで、ね、エアトリーとかいうやつ、昔の DNA トラベルで検索したんですけれど、12万5000円ぐらいの、エコノミークラスと当日アップグレード、これが、行きが、1万5000円、帰りが、125ドル、まあ大体往復3万円ですよね。合計で今回の旅行では、16万円プラス、まあ、タクシー代がありますから17万円ぐらいかな。意外とあの無駄遣いですけど現実的な金額なのかもしれません。もし興味がありましたら、この動画をご参考に、どうもご視聴ありがとうございました。